はい、みなさん、こんにちは。ネット集客、えー、YouTube の学校代表の矢坂でございます。えー、今日はですね、ホームページ、えー、またホームページについてお,お話をしたいなと思います。あのー、今、皆さんね、レスポンシブデザインっていうものに、えー、と変えられていってるところが多いと思うんですね。というか、ホームページをレスポンシブデザインに、えー、して、まあ、ネットを、えー、っとスマホ対応にする。 こういうい形でやられているところが多いんですけれどもももままだまだ、えー、やってないいなところも多いのも事実ですからまずはレスポンシブにするっていうことを、えー、心がけていただきたいというのが、えー、Google でも検索に非常に弱いということが言われてるんでやはりそれは、えー、お客様が見るものとしてねやっぱりスマホから見られる方がめちゃくちゃ多くなってきてるわけなんですね。 ですからやっぱりそれに対応するように、えー、まずは、えー、しないといけないこれがまず一点ですねでですねまあレスポンシブにされてるんだけども本当にねもったいないやり方をされてるところがいっぱいあるんですよ。僕はあのつぶさんにねいろんな、えー、ところの佐野さんのホームページそのスマホで見させていただいてるんですけれども やはりね、えー、コンバージョンを意識した、えー、形になってないですよね。だからコンバージョンっていうのはお客様が見てでまあものを購入したりそういった行為に、えー、行為をするっていうことをコンバージョンって言うんですね。ということは美容室で言うとまあ予約とかねそういったものをさ、えー、していいんじゃないかなと思うんですね。でそれがそのようになってないですよね。 だからそれが非常にもったいないなと思ってねホームページをそのままただ単に PC のホームページをそのままレスポンシブに変えただけだから情報だけがダラダラと流れるだけでコンバージ場上意識したものが一切入ってないサイトも多いんですよで特に上の方からやっぱり順に見られますよね人間ってで一番上っていうのは一番大事じゃない,ないですか その辺も意識したものをやはりちゃんとつけてないところがもう本当に多いんでちょっとおかしいんじゃないかなと思うんですよね。だからホームページ会社っていうのに僕は非常にねなんかこう、うん、なんか手抜きを感じるんですね。というかデザインをやってるホームページ会社が多いっていうことが事実なんですよね。そこをやっぱり見極めていただいてやっぱりこちら側もね えと依頼する側もやっぱりや勉強していかないとそういったところにもう,好きなようにやられててしまうっていううっいいのが現状じゃないかなかと思うんですねでもそこまでのことはわからないとでもやっぱりそこをちゃんとしたいっていうところであればねやっぱり今の状態では絶対に、えー、ロス損もう本当に意味のないホームページっていうか一回見られても。 離脱されて二度と見られないホームページになっていってるわけですよね。これをそのままにしといていいんですかっていうことなんですよ。だから非常にもったいないなと思います。ですので、もうその辺も、えー、できればね、今のうちに対策を打って、ぜひとも、えー、今からチェンジしとかないと、もうこれからますます、その、まあ新規だけじゃな,ないですよね。既存客まで、まあ、言うたら、 あのクーポンサイトっていうところにもう取られていってるわけじゃないですかその部分をやっぱり返していただかないと意味がないわけですよそこで自社のやっぱりもっと強力な、えー、形のものを作っていかないといけないで作ってョンバージを上げるための施策をした上でそこにアクセスを流すここですよねここが一番問題になってくるんで今後はそれを やっぱり組み入れていく戦略っていうのが必要になってくるわけです。だからこういうことは僕何回もお話してるんですけれども、まだまだ理解されてないところがあるんで、えー、っと何度となく分けてお話をさせていただいているつもりです。ですから今回は今回の動画を見ていただいた方には、やっぱりホームページっていうものは大事だよっていうことを再認識していただいて、それをそのままにしておくのがもったいない。 ねでもそれが何十万ね百100万かかるからそのままにしてるっていう部分を考えたときにもう本当になんかやるせない感じがしてもういつも思ってる状態です。ですからまああのー、その辺ねえー、っと全面的にすべてやりかえる必要はないんですよ。だから ある程度ちょこちょこっといらったら何とか変わるものであるんならばですよね。それは変えた方がいいんじゃないかなと思ってます。はい。できればその辺は考えて、ぜひともすぐにチェンジするようにお勧めします。ではまた。